やっほー、こんばんは。あ、こんばんはじゃない、こんにちはこんにちはでした。こんにちは。やっほー、あ、アンパンだあ、いちごだこんにちは。あ、アンパンだ、ありがとう。会場で泣く準備できてます。山岡さんは笑顔で今日終えます。あ、ありがとう。ピノさんにねりたん、ありがとう。ピノいっぱいね、なんかの選ぶ道応援するよって言ってくれてありがとう。君のことはずっと忘れない、もうかも忘れないよ。ありがとう、ありがとう。ひなっぴさん、チョココロネタはありがとう。コロネありがとうね、いっぱい初期の頃からたくさん会いに来てくれてありがとう。あ、守りたい、この笑顔。高木ありがとう、ありがとう。ごめんね、俺が今日最後だからあれなのよ、できなくって。言葉でいっぱいお礼するね。再会した時にお帰りって言ってあげたい。おお、じゃあ再会できた、お帰り言ってください。ただいまって言うから。鼻声なのではですね、実はですね、一昨日ぐらいからですね、あのね、なんか熱はない、鼻風邪みたいな、鼻だけ、鼻と喉だけ違和感があるみたいな日を過ごしてたんですけど、でも今は鼻水がちょっと出るだけで喉も治っ、だいぶ、まあ鼻声だけどだいぶ治ったんですよ。だからでも正直ちょっといっぱい歌うのが今日ちょっと怖いなって気持ちはあるんだけど、昨日行けたから席出た、昨日できたから今日頑張る、今日も行けると思って。そう、席出てるそうなんよ。もうさ、今日はさ絶対いける、今日は絶対あとあのなりにいける。もし明日ね体調悪くなってもそれはもうええん、とにかく今日よね今日はもう全力で。でもちょっと昨日怖かったんですよ、明日悪化したらどうしようって。そう、悪化したらどうしようと思ったけど昨日より良くなったと思う。うん、あ、よく寝られました、ありがとう。あ、タワーだ、福ちゃん、ももちゃんありがとう、タワーありがとう、くまくま、くまちゃんタワーありがとう。よかった、無事ね、よかった、来てくれるとのことで。外でね見守りようって言ってたけど外れたら
今日はちゃんと会場内で見守ってくださいね。体力温存できたよ。今日は笑顔で、そうだよ、今日は私笑顔だよ。なんなら今日は私ほんまに卒業公演なんかねって思いながら今日朝から過ごしてる。朝っていうかまあ11時まで寝たんですけどね、あの後うん、時間なくって、なんか昨日もね、ミンヒンさんのもうお見送りって感じで、本当に自分が卒業って考えてなくて、あ、ありがとう、まっちゃんでした、まっちゃんありがとう、一般話し会とか来てくれたりありがとう、いっぱいねプレゼントもありがとう、ありがとうね、本当に感謝、ありがとう、ありがたわです。いや、ありがとう、本当。今半歩屋さん、うん、今まだあの鼻声なのは鼻声なんだけど、起きたてやけん余計鼻声なんよ。だから多分あと2時間後ぐらいにはもうちょっと良くなってると思う。今は朝の、まあ、もうからしたら朝の声ね、さ、最初の4曲がね、花だれ公園、すごい歌詞がさ、なんかいい曲だからさ、結構ちょっと自分もね、ちょっと怖いんですけど、笑顔でいたいな。ハチミツ効いてるかもしれないです、喉の痛みが。そう、治ったんですよ。あ、喉痛くはなかったけど違和感があってなんかあるなみたいな、それはなくなったんですよ。もう昨日より全然だから、治療の日ぐらい泣いていいね。でもね、いや、そんな分かんない、最後の方でも泣いちゃうかもしれないけどさ、踊っとる時さ、なんかなんやろ、リッセンモモカはこんなアイドルだったよ、こんなこんなってよくわかんないけど、なんか最後にそれを見てもらいたいというか、あ、花粉症じゃないよ、多分ちょっと最近いろいろ緊張してたりして緊張してたりして、ちょっと免疫力が落ちちゃってたのかもしれない。そう、気をつけてたんだけどね、ほんと。あ、グッズ買いました、早い早い、泣いちゃってもいいけど楽しそうな、もちろん、そう、今日は楽しみたいです。ハニーは愛が、そうだね、ハニー、あ、ピーちゃん、くまちゃんタワーありがとう、ありがとう、いつも朝ばっかでごめんねありがとうね、ほんと今日は珍しく甘々ですよ、私はありがとう。あすこさん、守りたいこの笑顔、ありがとう、この間もなったの、またありがとう、話せて嬉しかったよ、話し会とかで見つけてくれてありがとう、ありがとうわ。逆に困惑したって何、慣れてなかったなんでもない、あのね、もうかも向かわなきゃいけないからね、1時ぐらいまでかな、今日さ鼻声でさ、あんまり高い声出なくてごめんね、なんか
最後の配信なのに低い声が低くて申し訳ない。ありがとう。ニセモが飛んで、え、そうなんよ。みんながさ、あ、当たりだ。みんながいっぱいツイートしてくれてたから、いっぱいね、いろんなね、なんか懐かしいやつから最近のやつまでいっぱいねあって。テンション的にどんな高いの、今自分がどんな気持ちかね、わかんないよねえ。ツイッター全部保存する。今日、あ、春夏秋冬の MV もね公開してくださりました。おししかかたん、みゆちゃんありがとう。今向かってるよ。今日は楽しみね。ありがとう、来てくれて。お手紙もありがとう、読んだよ、ありがとう。メイクしていくと、そうだね、今ちょっと軽くチークとまつげをパチパチと上げた感じなのね。やばい、いつも通り配信しちゃうよ、どうしよう。どうしよう、本当に。お手紙いただいてありがとう。今のビジでも圧倒的にか、本当なんか朝起きるじゃん。でさ、ちょっとさ風邪気味っぽい時ってさ、あの風邪気味じゃないな、風邪終わりぐらいの時ってさ、顔がちょっとむくんじゃうじゃん。だからお父さんに「はい」って言って頭をマッサージしてもらって、美顔器して顔を揉んで今日頑張ってます。耳たぶマッサージします。髪のセットはこれからだ。でもあのまっすぐはしたよ、今配信があるとか。全然パパマッサージ師じゃないよ。今日は真ん中だけどサイドにいるときもずっと待っちゃう。見てよ、本当に。今日ももこごみさんがさ別の子見てたらはっって顔するからね、私。何って、何あっち見てんのって顔するからね今日は。あ、くまさんことゆきさん、くまちゃんタワーありがとう。ありがとう。ね、この間さ、会えてよかった、本当に。会えないと思ってたから、ありがとう。嬉しかったよ。体調とか気をつけてね。ありがとう。ほぼ最高ですが、双眼鏡のままだけ。お。最後も牛の見てるからね。今日は牛亀状態の他の子よくない。そう、今日は怒られない、普段じゃないか。今日はね一回しかないですから、今日卒業公演は。
もんちゃんない時のに下めたいいよ、それは全体を見てて、じゃあユニットの時は。でももっちゃんしか見てないから大丈夫。ありがとう。この前最前で前の前のいる子じゃなくて後ろのも見てたら怒られた。あら、今日は怒られないよ今日はねえ、なんか最終回って感じしないよね。私もそう思ってる今。なんかいつまでも続く感じがする。よしまいつくこの間来てね。お、ありがとう。遠くからみんな来てくれたり予定開けてくれたりもう全部ありがとう。ユニットの時は壁の向こうのおもちゃ壁の向こうのおもちゃ絶対着替えとるよショールームのアカウントも消えちゃうんじゃないかな。今日も最後でしたが頑張って、じゃあありがとう。見るね。まだ明日も。明日からもいると思って、もうかもなんか明日もいる気がする薬飲まなきゃ。緑のタオルは、あら、何でもいいよ。なんか振り回してたものあれば。笑顔で見たけど、どっかなきゃ。どんな感じになるんだろうね。私も経験がないから。変な感じだよ。あ、ありがとう。ありまるちゃん、おししかか担当ありがとう。あ、ももが描いた絵になってる。嬉しい。もちゃんありがとう。初めにありがとう。また会いたいよ。ありがとう、ありまるちゃん。ありがとう。ありがとう。ありがとうね。あれはな、涙なしに見られないってさ、みんなが泣いちゃったらおかちゃん釣られちゃうよ。昨日もさ、みんひんさんのファンの方が結構さ、ねえ、もう結構もうさ、涙涙になっちゃっててさ、もうファンの方がうるってなってると思う。メンバーもうるってなるんよ。お互いそうだよね。ももが泣いたらみんなもだし、みんなが泣いたらももだしみたいな。お互い多分練り歩きで近くなって嬉しい。ああ、よかった、ありがとう。前抜きしちゃう。山倉、そうだね。しゅうさん、くまちゃんありがとう。釣り合う頃には多分妹じゃなくてお姉さんももになってますよありがとね。今日の姿はめっちゃあれだな、子供っぽいなありがとう、見に来てくれて。妹すぎ、いや次会う頃に姉すぎるっていう。
今日だけおもちゃの学生自身がなんでなんでメールは何時頃ラストが来るの。あのねメールってさ10時までじゃん。あ、ももたちが送れるのは10時までなんよ。やけんさ公演が何時に終わるかなと思って、でその後結構メンバーとお写真撮ったり、そう結構いろいろ動画撮ったりとかあるじゃないですか。あ、ありがとうまりちゃん、習いたい、この笑顔ありがとう。なんかまりちゃんにずっと笑顔でいてほしい。今日は目合わせようね、ありがとうありがとうありがとう。そう、でもさ大好き、ありがとう、大好きそう、でもさ、できるだけメールも送りたいんよ。だからちょっと時間次第にはなるかもしれないけど、できるだけ今日の昼とかにいっぱい送るようにします。夜がね、どれぐらい時間が空いてるのかが分かんないからお昼とかにもね送ろうと思います。うん、うん、メール返信はね明日とかでも見れるからうん、どんな形でも幸せになってください、ありがとう次会うときは桃ね、そうだよ、次会うときは桃ねって言ってね。あれめっちゃ鳥鳴いとったね、何の鳥だろう、さっきここら辺で。あ、そう、でもツイッターは0時までです。0時超えたときが一番の実感なんだろうな。アンパンダ、昼ごろ、そうね、幸せなおいどり多分しようかも。もうね呼びにくい、嘘教室来られなくてごめん、全然大丈夫だよ、ありがとう。新幹線電波悪いよね、場所によっては。あ、七並べ4月末までおしまいで、あ、そうなんだ、今日は後ろの方だけど応援電波が、うん、もう後ろも前も全部見とくよ本当に。あ、すごい、ありがとう薬の助さん、生きがいたわ、ありがとう。今日もあのコーデからありがとう、いっぱい応援してくれる言葉を言ってくれて嬉しかったよ、ありがとう。私はめっちゃ一緒なんです、声出す、いっぱい声出して、
さよなら、ね、またねだね。すでにソワソワしてきた。わかる、ソワソワするよね本当に。いつもないそうなんよ、もういつもの配信みたいな配信しちゃってるよね。早い、いつもの配信がこん、あ、いつもの配信じゃない、ラストの配信がこんなに鼻声で本当にごめんね。ももちゃんコール待ってますよ。あ、そうだ、あのさ、アンコールさ、ゆっくりめがいい。ちょっとだけゆっくり。ごめん。早いと焦っちゃう、うん、早く行かなきゃっていつもなってる。いや早く行かなきゃなんですけど、みんなを待たせてるから。まあ、ももね、そんなに普段から時間かかる方ではないんだけど。誰さん来られた、うん、アンコールは普通のいつもの。鼻声大丈夫、うん、頑張って、ちょっと今から薬飲もうと思って鼻水を引っ込める。アンコール言わずに1時間ぐらい待ってんだよ。それはもうももが早く言ってって言い出すよ。なるの言ってます、ありがとう。薬、薬ってやつだ、薬。もっちゃんの鼻水なんてダイヤモンド。そうだ絶対。アンコールなかったら救われです。そんな悲しいこと言わんで。そんな。アンコール中うどん食べや。やばい。最後の手紙を見た時ダイヤモンドです。出てくるかも。汗汗。でも、もかさんね、そう、今日思ったこといっぱい言うから、本当に文章が変だったら、許して。いつもみたいにあんまりなんかかしこまった感じじゃなくしようと思ってるから、私今日文章めっちゃやばいかもしれません。でも表情で思いを伝えます。そう悩んだんだけど、そうブログで、あ、生きがいありがとう。安尾凛星さん、生きがいだわ、ありがとう。出会ってくれてありがとう。一緒に踊れたのすごい嬉しかったよ。あ、13ヶ月間たくさんありがとう。今日は最後ですが、明日から声出し、皆さん楽しく踊ろう。お、ありがとう。今日も楽しく踊ろうね。ありがとう。ありがとう、ありがとう。うん、そのままの気持ち。なんか文章でまとめてるやつは今日の夜多分ブログが出るんですよ。そう、
15年ぶりのブログはやばい。それもう、もう5歳ぐらいで出した。今日はどっちでもあの ST の公式の方に出します。なんか ST の公式はずっと残ってるらしいからそっちに決めました。うん、だからそっちではちゃんと文章を見て直してるから頑張って。今日の講演はもう絶対変な言葉だけど、でも思いは伝わるように頑張るけね。最後まで見られないから好きに伝えておくんだけど、これからも元気出てね。ありがとう。飾らずもちゃんのこと、うん、ナリバーさんありがとう。昨日さ会えたよね、あのお見送りの時も。ありがとう、配信で見てくれてるのね。最前の時々見守っててね。ありがとう、昨日会えてよかったよ。ありがとう、お疲れさん。くまちゃんだわ、ありがとう。出会ってくれてありがとう。好きになって、好き面になれてよかった。いっぱい会えてよかったです。ありがとう。マグカップ買いました。嬉しい、使ってね。ヒメルみたいにクールに見える。ヒメルみたいに見てくれるの、ありがとう。ももちゃんの目でちょっと3年くらい撮ってました。ありがとう、そんな撮ってくれてたの。でお元気で、ありがとう。今日行きます、ももちゃんのアイカツ見届け。私のアイカツ見届けてください。うん、ドラちゃん、ドラ神さん守りたい、この笑顔、ありがとう。ありがとう。もういっぱいさ会いに来てくれてて、いつも愛を伝えてくれてありがとう、ありがとう。いっぱいねモノマネしてたの、いい思い出だよ。ありがとう。今日見届けるためにトレード取りました。ありがとう、嬉しい。最後まで愛を伝える、待ってる。あ、深緑さんありがとう、タワーありがとう。もうね、コーチからいっぱい見守ってくれてありがとう。すごい嬉しかった、ありがとう。いっぱいね、コーチでも会えてありがとう。もんで見てます、頑張ってね。はい、頑張ります、ありがとう、頑張ります。動き独特やったな今自分。最後までももちゃん、そうだよ、もうももにしか、ももだからこそできる公演を今日はしたいと思います。ナップさん、チョココロネタはありがとう。私の写真だ、イルマくんの。ありがとう、いっぱいずっといてくれて見守ってくれてて、ありがとう。話すの毎回楽しかったよ。うちわでね、いっぱい絵も描いてくれてありがとう。センキュー、ありがとう、ありがとうございます。こんなにお昼なったのに来
てくれた。今日は一瞬たりとメガネさん、そうだよ、今日は目を離さないでください。これラスト配信なんです。そうなんですよ、こんなにも全然ラストっぽくないラスト配信です。1時までなんだけど、もう今何時なんだろう。まだ話したいな。まだ大丈夫？あ、まだ大丈夫だ。それでこそおもちゃらしくて、うん。なんて言ったか、泣いたらいいかわからないけど、素敵な一日にしてください。ありがとう。ラストっぽさ思いっきり出せた夜までじゃ。そうだよね。この配信も笑顔ね。もちゃんが配信好きでたくさん配信してくれてよかった。そうなんだよね、配信が一番好きだったかも。なんかみんなとコメントでお話できるから、そうコミュニケーションね、毎日取れるものが配信だったのでね。少しタイムしょ、あんまりねメイクができてなくてごめんなんだけど、またおもちゃがあるはずだから泣かないから、うん。満開の桜に遅れて卒業なんておもちゃが探す。いやもうめっちゃ春好きなんよ。もうなんか桜がめっちゃ好きで、昨日もね、めっちゃ桜が咲いてるとこ車で通って、いろんな人がお花見してて、すごいそれがめっちゃ好きで、だから桜がね満開のこの日っていうのはすごく嬉しいです。出会いの季節でもあり別れの季節でもありそうだね、うん。正直ね、これからが不安じゃないかって言われたらね、結構不安でんですけど、最近昨日ぐらいから昨日一昨日ぐらいから不安なんですけど、でもまたいろんなことに挑戦して頑張ろうと思います。しばらくゆっくりする、うん、かな、うん。パピアノのピーさんありがとう、くまちゃんタワーありがとう、コロネタワーだありがとう。僕はくま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 、ありがとう。もう家がももの顔だらけになってたけど、あれは一生外さないでくださいね。いつもいっぱいね応援してくれてありがとう。自由って不安ない、でもうん、でも自分で決めて切り開くもーちゃんの未来は
輝いてね、ありがとう。うん、そうなんよ何か決まってないと不安になる心はあるんですけど、今のももは強いのね。どういう道に進んでも絶対にその中でも楽しいこと見つけて、そう、もうずっと前を向いて生きていけると思う。うん、昨日ユミニさんがね会えたんですよ。会えたんです。その時にこれからまだ決まってないですって話したんだけど、何でもなれるよおもちゃならって何回も言ってくれるんですよ。だから嬉しかった。そう、嬉しかった。ミニーさんはアイドルになったのが大学生。あ、そっか、そうだよね。うん、どうなるかわかんないですけど、芸能してるのか、お勉強しながら頑張ってるのかわかんないけど、どの道に進んでも頑張ります。うん、ストーチの兄さん、おししかかたんとはありがとう。おししかかたんありがとう。本当にこの間めっちゃ近くでね会えて、もーちゃんなら大丈夫かな、さあかなって書いてくれてるのかな、ありがとう。もうなら大丈夫ありがとうね、押してくれて。ストーチの今単身慣れて嬉しいよ。もーちゃんできるさか、ありがとう。いつかまた会おう。うん、いつかまた会おう。でも新たに何か頑張ってみようかな。え、何する？うん、プさん、タワーありがとう。ありがとう。ありがとう。本当にね、あの時見つけてくれてめっちゃ一途でいてくれてありがとう。いつもどんなおもちゃでもずっと見た方だからね。うん、中身は変わってないだろうけどねありがとう。次会うときはものすごい美人になって聞いてる。うん、今は今は言わしてる私ありがとう。なんかそうだね、美人さんって感じじゃないので、私は次みんなの前に現れる頃にはお姉様ですよ。お姉様お姉様
次会う時もってですね。そう、会えない離れてどうするの、めっちゃもう雰囲気がめっちゃ勝てるんですよね。でも私可愛い系の服がまだ好きだから、しばらくは絶対変わってないと思うんだけど。ポシャン、ポシャンの強めの日はときめいてる。本当？お友達とくもちゃんお顔がちょっとなってて可愛くて綺麗なのに楽しい。ありがとう、嬉しい。ガーリーね、ガーリー極めるわ今から。フリフリ着てると思う。どうでしょうか。ゆるいとかが多いじゃんか。ゆるいよね私。なんかさあ、ちょっとふえって感じだよねもうって。あ、人間25まで身長伸びる、それは素晴らしいな。じゃあ私多分170になるわ。質量おめでとうってうまく伝えられるしないか、前もって伝えてくれ、ありがとう。イメチェンしてるかも。なんかね、多分一回イメチェンするじゃん。してるかもわかんないな、そんなしてないかもしれない。ちょっとしてもさ、またすぐ戻るみたいな未来見えてるわ自分の。ショートはしばらくないかな。まあめっちゃ先とかやったらあるかもしれないけど、明日以降は別の新鮮でしょ。うん、早いな。なんか明日以降もうちょっと余韻に浸ってくれん。もうちょっと。早いなみんな。このままの米好きなさのいただきありがとう。もうちょっとね、いや迷くはないですけど、せめてせめてちょっとね、もうちょっとさ余韻に浸っていただきたいですよね。あ、どなたに別の人、別の人か。ペンライトくらいめっちゃ目立つねそれ。いやーねー、これからもちゃめでつぶやく、うん、待ってるね。ももちゃんっていう名前は消さないでね。ももちゃんって書いててね、欲しいって。はーい、お尻に書く、いやツイッターとかさ、明日から仕事が違う、一緒に頑張ろうならば、たまにチェック、いやさチェックしたいけど、みんなの名前でなんか別の子が増えてるんやろうなと思うと、なんかあの見たいような見たくないような気持ちになるよね。
ッターのプロフィール ID 書いてるけど消えちゃうか。変えちゃうの？変えちゃうの？そう、使用してから書くの？うん、悲しいよ。私のファンでおもちゃんの得してる人にしとくそれはいい。お腹鳴った、ごめん。お腹鳴った、最後最後の最後にお腹鳴ってるよ。待って、お腹鳴ってる、お腹正直、そうだね、お腹正直だ。これからの人生、もーちゃんの人生もすので変えない、ありがとう。一押し枠は変えないで桃の絵文字はちゃんと入れといてくださいよ。悲しいよ、消えてたらそうだ、今日メールでさ、今日最後やけんさ、今まで絶対に送らなかったパックの写真送りつけんねなんか悲しくなったらそのパックの桃でも見て笑ってください。私もみんなのこといっぱい思い出すので、うん、パックママも可愛くはないよ、可愛くはないです、逆に、うん、待ち受けはやばいやばい。あ、しかもそのパックは ST チャンネルさんからいただいたやつです。そう、昨日撮ったビーチさん、ありがとう。おししかかたんだわ、ありがとう。一番好き枠は本当当てといてよありがとね。ありがとう、出会ってくれて思い伝えてくれてありがとう。眩しいのが時でスマホの録画もバック、やばいって、みんなみんな別の人に見られたら、や、面白い写真にしてるねって言われちゃうよ。もちろんね、もちろんね。54分か、55分だったら読もうかな。すごい結婚されてるどうしたん、結婚した、ありがとうありがとう、本当に最後のお締めになることができて幸せです。ももはあの時推しにしてくれてありがとう、いっぱい思い出作ってくれてありがとう。写真変えないでね、投稿してね、写真また。来てる間に再会できることになる。いや、本当にあのあと150年生きてね。うん。今日。では。読みます。13位の、どうしよう、間に合うかな今日。
よし、じゃあ行きます。100位のキハ58さん、ありがとう。99位のカペカペウレレセサーテス、ごめん英語が読めた、あ変わったし変わっちゃった。じゃあちょっと早めなんですけど、最後なのでいっぱい読めます。100位のユタさん、ありがとう。99位の9位のパニーさん、ありがとう。98位のツェンティさん、ありがとう。97位のシイタケさん、ありがとう。96位のトッキンさん、ありがとう。95位のクックさん、ありがとう。94位のリオッシーさん、ありがとう。93位のミアスリエニさん、ありがとう。92位のタカシさん、ありがとう。91位のコジアスさん、ありがとう。92位のフォーエバーラブさん、ありがとう。89位のカノルリさん、ありがとう。88位のマエちゃん、ありがとう。87位のハネモさん、ありがとう。86位のヒキゴコモゴモさん、ありがとう。85位のファルコンさん、ありがとう。84位のノリさん、ありがとう。83位のイチルさん、ありがとう。82位のミーヤさん、ありがとう。81位のクルッパーさん、ありがとう。80位のティームマンさん、ありがとう。79位のクルーランさん、ありがとう。78位のコーちゃん、ありがとう。77位のアポロンさん、ありがとう。76位のマックイさん、ありがとう。75位のたこ焼きくだりさん、ありがとう。74位の韓国のアンちゃん、ありがとう。73位の光るパジャマさん、ありがとう。72位のさぬききゅうさん、ありがとう。71位のかずきさん、ありがとう。70位のしょうさん、ありがとう。69位のゆしとさん、ありがとう。68位のひんさん、ありがとう。67位のひろぴーさん、ありがとう。66位のたくあんさん、ありがとう。65位のみかげさん、ありがとう。64位のすこっとさん、ありがとう。63位のみみさん、ありがとう。62位ののんたんさん、ありがとう。61位のレッドさん、ありがとう。ずっと大好きだよ、ありがとう。またね。60位のよしかのさん、ありがとう。あ、じゃ間違えた、ようかのさん、ありがとう。時間はねちょっと過ぎてもまあ大丈夫そう、だからちょっと急ぎ目になっちゃうけど、せっかくなので。5位のひろぴーさん、ありがとう。ももが好き、ありがとう。58位のエリックさん、ありがとう。57位のサーロンさん、ありがとう。56位のゼータンさん、ありがとう。55位のタロイモさん、ありがとう。54位のダイさん、ありがとう。53位のふみさん、ありがとう。今までありがとう、おもちゃ大好き、ふふ、こちらこそありがとう。52位のサトシさん、ありがとう。51位のナルセさん、ありがとう。50位のリュックさん、ありがとう。49位の台湾タコウさん、ありがとう。48位のフジポンさん、ありがとう。47位のドリンさん、ありがとう。46位の一文字さん、ありがとう。45位のモーカルサムネさん、ありがとう。44位のヒロックンさん、ありがとう。43位のミワさん、ありがとう。42位のケイスティンさん、ありがとう。本当にありがとう、幸せになるね、なるね、ありがとう。41位のターちゃん、ありがとう。42位のコリちゃん、ありがとう。39位のユタさん、ありがとう。38位のつぶつぶつらくるさん、ありがとう。37位の広島コーパセリさん、ありがとう。36位のヒンヤさん、ありがとう。35位のマルトモちゃん、ありがとう。34位のクボジュンさん、ありがとう。33位のセンパチさん、ありがとう。32位の大久保さん、ありがとう。31位ののっぺのまっぴーさん、ありがとう。30位のデモニャンさん、ありがとう。じゃあの感想、最強ありがとう。最高恋しよう、恋しようね、ありがとう。29位のタンさん、ありがとう。28位のミコロさん、ありがとう。27位のクマさんことゆきさん、ありがとう。26位の S オリンポスさん、ありがとう。ずっと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 ありがとう。25位のラップさん、ありがとう。24位のシュンさん、ありがとう。20歳のリーチさん、ありがとう。もこ組22位のナリバーさん、ありがとう。幸せを願ってます、ありがとう。21位のマピアノのピさん、ありがとう。これからもずっと応してる、ありがとう。20位のコジコジさん、ありがとう。もーちゃん、ほんとありがとう。こちらこそありがとう。19位のマリちゃん、ありがとう。世界で一番大好きな女の子です。モーカも大好きだよ、ありがとう。18位のまっちゃんです、ありがとう。デスさん、ありがとう。17位のみゆちゃん、ありがとう。もーちゃん、世界一の可愛い自慢のお尻だよ、ありがとう。出会ってくれてありがとう。16位のピーちゃん、ありがとう。もーちゃん、これからもずっと一番好きだよ。ドレス姿目に焼き付けてね、ありがとう。一番好きでってね。15位のエントさん、ありがとう。これからもずっと大好き、ありがとう。ずっと地図でいてくれて。14位のエビ様さん、ありがとう。13位の百之助さん、ありがとう。一応しようか、開けときますからね、また会おうね。うん、開けといてください、絶対、ありがとう。12位の
たかきさんありがとう。再会した時お帰りって言ってあげたい。ずっともか大好きでいる。うん、また言ってね。11のピノさんありがとう。もうのことは絶対忘れない、忘れないよ。もーちゃんという唯一無二の間になれてほんと幸せだよ。もーちゃんのことが大好きだ。ありがとう。もーかも出会えて嬉しいよ。ありがとう。10のありまるちゃんありがとう。これからもももが好き。またね、またね。ももも好きだよ。9のたしさんありがとう。昔からしない前の明日から今日普通の人です。明日もずっとそばにいてください。どこに可愛い被写体いないかなってありがとう。また撮ってね。病は治せないよ。8のあすこさんありがとう。もーちゃんのこと絶対忘れないよ。これからもずっと大好き。忘れないでね。私も忘れないよ。7のぷさんありがとう。毎日の配信でも幸せにしてくれてありがとう。大好き大好き。ありがとう。こちらこそ。福の福ちゃんありがとう。もーちゃん今までありがとう。笑顔で見送るよ。今までじゃないよまだこれからもかもしれないから、ありがとう。笑顔で見送って、もうかも笑顔でみんなのこと見るからね。恋のドラゴンさんありがとう。ありがとう。ずっとずっと大好きし味方だよ。ありがとう。ずっと見た味方でいてくれて。良いの深緑さんありがとう。土佐の女性は強いから大丈夫で。そうだねありがとう。すき焼き。サイのお疲れさんありがとう。もちゃんこれからも可愛くってね。うん、もちろんだよ。頑張るね。ありがとう。2の瀬戸内のゆうさんありがとう。桃推しを見届けて次またね、またね。ありがとう。うちのひなっぴさんありがとう。言えた大丈夫かな、抜かってないかしら。みんなのことちゃんと読めたかしらね。みんなのこと大好きよ。その気持ちを夜公演で伝えますのでよろしくお願いします。イエーイよろしくね。あ、明日月曜日やん。明日月曜日だってやばい、遅れちゃう。早く行かなきゃ。でも終わりたくないね遅れないように行く。ちゃんと行く。公園で明日雪になってくれたの。ありがとう。ありがとう。では行ってきます。行ってきます。またね。